どうもどうもだからお釣りもどうもにもらっちゃう文人です。どうも文人です。というわけでね、皆さんもねコンビニとか、なんだスーパーとか買い物行くと思うんじゃないですか。行くと思うんですよ。私も行くんですけどね。でその時に例えばまあね3000円のもの買った時にまあ大体まあね札とかあればねちゃんとそこぴったり渡すかもしれないけど、大抵の場合例えば1万円札まあ今はないから1万円札渡したとしてさ、そうすると3000円のもん買ったら7000円お釣りが来るわけじゃないですか。でねこう1000円札がねすでに財布にこうやっていらっしゃる時にやっぱりこう7000円のお釣りが来たら、こういうふうに並びたいよね。5000円が後ろでこう1000円ってこうだからこういうふうに並びたいからわかる？こういう順番で5000冊後ろ1000冊前にして、でこの1000冊と合体したらこういう風にやると綺麗に揃うじゃないですか。こういう風にねお釣りもらったらいいなと思うんだけど、まあねもうお釣りもらう時店員さんはそうはいかないんだよ。なぜかねこういう風にして渡してくることが多いんだよね。つまりそう5000冊が前で1000冊が後ろ、そうするとこれねえこのままそう千円札やっぱ前にしたいじゃないですか。そうそうこうやってると1000円5000円1000円そう1000円5000円1000円1000円1000円なんていうこうバラバラーうんやーってなるじゃん。でねまあ解決策そうこいつの解決策をね思いついたんで、ね、皆さんにね伝授します。それはこうだー。そうこれこういう風に言うね5000円1000円1000円本当は1000円1000円5000円にしてほしいんだけど。5000円1000円1000円できた場合はひっくり返すとなんてあら不思議なんだ1000円1000円5000円になるんですよ。だからそれをそのままねこうやってこう入れるとはいぴったり1000円1000円1000円5000円で1000円札が前で5000円札が後ろになりました。というわけでね皆さんもねこれねそうお釣りもらった時そう本当はこう揃えて入れ直せばいいかもしれないけどさ、こう後ろに長蛇の列がいた場合にこんなのってあちょっと待って千円札と千円札を揃えてとかしたら後ろの人なんだこいつそんなお札をこうやってこう整えるのは列外れてからやれ俺はもう1分1秒でも無駄にしたくないんだよっていう客がいっぱいいるわけだから、そういう時はもう素早くね、私みたいにこう今見たこうやってこうあんで5000円札前なんだよはいくるんあ5000円札後ろだシュはい一瞬じゃないですか。これをこうやってこうやってやったらダメだから、というわけでね皆さんもねぜひねこのなんかああお釣りもらって気持ち悪いなと思ったらここでねひっくり返すっていうのねやってみたらいいと思いますよ。というね私はこれからねこのお金を使ってね買い物に行くんでね、この動画はこれくらいにしたいと思います。でお釣りももらいます。というわけでそれでは